じゃあ最後にポエムアルコを心を込めて歌わせていただきますのでよろしくお願いします。もう一人で歩けない時の風が強すぎて、ああ傷つくことなんて習った、全てが終わり。
8月に、ね、引退するっていうのがあったんですけど、
そして、YouTube はやるんですよね。まあ、そういうことでね、それで僕、村越さんと何回かこう、お会いさせていただいてて、実はもう無類の格闘技好きということを知りましたですね。で、僕ももう本当にあの好きで、でもう話がね、乗れるそう、乗れるんですよ。そう、だからもう僕ら、プライド世代なんですよ。そう。で、もう、まあ、そんな感じで、ね、昔は格闘技は、昔は盛り上がってすごい盛り上がってます。まあ、今はライジンとかもやってますけどね、それすらあんまり分かんない。いや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 、あの、絶対分かってありますよ。いや、で、あの、それでね、あの、もうね、ノリ君、まあ、村越さんが引退することで、村越さんにプライドのね、選手になっていただきたいな、いうことで、はい、で、まあちょっと僕たち二人でちょっとネタ考えて、こっちだけで楽しむ、まあ、とにかくもうやりきらないといけないと思ってて、まあ、とにかくもう村越さんになんかこう思い出を見てほしいなと思って。いや、そして本当にあのこのね、のりくんとかね、僕小学校1年間から一緒なんですけど、まああのね、僕は悪さはしないですけど、勉強も全くしなかったんで、中学校ぐらいからあのずっと脱線していてですね、のりくんとはね、あの中学校の終わりぐらいからね、なかなかもう接点がね、もうすごい野球頑張ってはって、あのすごいあの頑張り屋さんで、本当に。で、僕は合唱をやってたんですよ。で、僕は合唱部であの全国大会で金賞取ったんですけど、あのでもあのその時のりくんも本当は、あの県大会まで行ったんですよ。その時その野球部で県大会ですごい異例のことやって、で、あの姫路市に双葉賞っていう、ね、そういう部活の頑張った市長からもらえる賞って、で、その双葉賞をね、のりくんもらったんですよ。で、まあ野球の方で、で、僕は合唱の方でもう異例中の異例の全国大会金賞やったんで、双葉賞金賞をいただいたんですよ。本当にそういう、もう高校時代とかから全然接点がこうなくなってたんですけど、まあこうやってやってるのを SNS とかで知ってて、で、なんかそんなところから僕もそういうことでこういうことやってて繋がって、で、なんか知られたらなっていうことで、で、こういう形でコラボさせてもらって、じゃあここもそうなんです。いや、最近はちょこちょこ覚えてるんですよ。で、それでもうそこに村越さんのタイミングがガチーンってあったんで、村上さん引退ということで、ちょっとノリ君の方から、村上さんにちょっと込み入ったし